報道するラジオ、えー、二つ目の特集に参ります。今日のテーマは学校を考える学。 高日誌が語る戦争時代と題してお送りいたします。あの学校にはそれこそちゃんと職員の先生方がお書きになる日誌がありますよね。うん、学校の日誌をずっと紐解いていくと、その戦争時代刻名な記録が残されていた。えー、それを集められて本になさいました。えー、今日はですね、えー、遠いところお越しくださいました。ご紹介いたします。元高校教 今日をゆでらして今は京都府立北桑田高校非常勤講師で京都府立大学非常勤講師の田中ひとしさんです田中さんどうもこんばんはあこんばんはよろしくお願いいたします,よ,ししますようこそおいでくださいましたよろしくお願いします、えー、田中さんが、うん、あのお出しになった5本僕らの村にも戦争があった うん、というタイトルなんですがサブタイトルがついております、はい、学校日誌で見る昭和の戦争時代ということなんですもともとは高校の先生をなさっていて、はい、歴史を教えてらっしゃったんですってそうです日本史を主に教えていましたそしたらその戦争の歴史ももちろん皆さんに教えしなきゃいけなかった、ね、わけですけど、はい、まあ私が学生だった時のことを思い出すと もうほんまにね、あのあたりは戦争のことはテストに出ないから、<laughs> ね、勉強せんでよろしいって言われてるような気がしてね、本当知ってないんですよ、うんはい、そのあたりご苦労なかったですか、どうやって子どもたちに伝えたらいいだろうって。そうですね、普通、まあ、明治時代ぐらいで終わってしまうっていうようなことも、ね、ね<ー>あるんですけど、うん、私はもうできるだけ。あの 戦後も教えるようにしてきまその実際に田中さんが学校に残された記録、はい、学校西というものを、まあ、たまたま昔のものを手になさった時に開けていかれたら、はい、うわこれ戦争中のものすごい記録が克明に残っているじゃないかということなんですね。最初ご覧になった時 びっくりなさったんじゃないですか。どんなんでしたか。そうですね。あのいやこういうものはあの戦後新中軍が来る前にみんな焼かれてしまったというふうに思ってたんですけど。そうなんですか。はい、焼かれてたんですか。まあしかし<ー>あの偶然のことからね。あのいくつか、うん、あの私が勤めていたあの福知山高校の、はい、まあここはあの。 戦前からの旧制中学の歴史があるんですけど、うん、戦前のね、あの旧制中学時代の記録とか、うん、それから付近の小学校にもいくつか学校日誌が残ってるっていうことがあの分かりまして、はい、でこれをまあ授業でね、なんとか教材化できないかなと、実際にもう子どもさんたちに見せて教育できないだろうかって、それを実際なさったんですか。まああのまあ、いくつつか目立つ、ええ 記事をあのピッックアププししててリントに授業で持ち出したことがあります、はい、あの子供たちにとったら自分の身近な学校のまあ昔にこんなことがあったのかって初めてでしょうねそんな記録見せられてう、ね、どうでした、まあ、反応は。あのね、まあ、戦争って言ったらまあ長崎とか広島とか東京とかねどっか遠くのことだっていうふうに思ってる子が多いんですけど <laughs>、うん、まあこういうものを見せることによって。 あの自分たちの住んでる地域も、間違いなく、はい、あの戦争に巻き込まれていたんだということがよくわかる資料ですから、あのまあ、プリントで配ったときにね、はい、非常にあの生徒が関心を示してくれました。 こういうものを調べようと思ったきっかけはそういういことなんですねあの自分の街なんてね、うん、今、戦争の状態だったっていうことが、はい、全くかけらも残ってないって思いがちですよね、えーえー、でも実は自分の、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんたち、そしてそのご近所の人たちがどう巻き込まれていったか。はいあの その中にいっぱいエピソードがこのご本人も記されているんですけれども、はいはい、いくつかご紹介いただきたいと思うんですよ。はい、あの平野さんはどの辺りに一番共感というかびっくりなさったりた、はい、私はねあの、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一番インパクトがあったのは、うん、あの満州国に、まあ、開拓のためこう少年たちがこう義勇軍的にこう募,の募って派遣されて、はい 行、えー、って、ですねこう悲惨な目にあって、まあ、そのシベリア抑留寸前の方が、ですね詳細なこう証言をしている、えー、この満州国と言われる、まあ、日本が新天地としたところのいかに、ね、あの悲惨なあの国づくりだったか、はい、これがねもう切々と胸を打ちましたね、特に最後の,そのソ連が攻めてきてですね、 蹂躙されてです、ねはい、こう逃げ帰るまでの,こうあの、まあ、悲惨なあ逃避行とかそういうものが、はい、あのまるでこうシーンのように目があの目迫ってきましたね。 満州というのは、えー、最初は国はもう夢の新天地だという宣伝をして、はい、でそれの、まあ、お先棒を担ぐような形で、学校が役割を果たしていた、そのあたりの記録が、あるんですそうですね、満貌開拓青少年義勇軍といいますのはね、うん、あのまあ、 昭和恐慌の一環として、うん、あの1930年代の初めごろね、うん、あの非常に農村不況だったんですけど、その農村不況に対して政府は、あの当時、農産・漁村経済構成運動ってのをやるわけですよね、うん、でこれはあの農産・漁村の窮防をあの農産・漁村自身の手で救済するっていう運動なんですけど、うん、つまり、農村・漁<え>村の皆さんは、ものすごい不景気の中で、ものすごい。まあ 過酷な状況に経済的に置かれたはるはい、はい、それは自分らで何とかせえっていうことですよね、ええ。で、まあその一つとしてね、ええ、あの取り組まれたのが満州開拓移民だったです、ね。満州へ開拓しに行けという運動。で、その時に今平野さんも言いましたけど、そんな学生を生かせた、ええ、少年,少年は生かせたんですか。ええ、大人だけではなく。ね、最初はね、あの、はい、この移民政策っていうのはあの1936年当時ですね、昭和11年。はい。 まあ、広田内閣があの重要な国策としてあの20年間に100万個500万人を移住させようという、うん、こういう計画だったんですけど、うん、これ、始めてみるとなかなかあの移住への不安とか労働力不足とかね、うん、そういうことで難航していくわけです。うん、それであの次の,あの近江内閣にになった青少年 青年移民の実施を決定するわけですよねまあ大人だけじゃなく、もう若者も子供ももいてという考え方に次になっていくわけ1938年、昭和13年からあの募集が開始されるんですけど、はい、まあ当時、拓務省っていうお役所がありましてね、拓、うん、務省って何するんですかあの、ねえー、満州の開拓とか。 タクですね、開拓のタクと勤めという字ですねあ開拓に勤めるというタク務省と役所までできてそういう役所の監督のもとにあの茨城県の内原というところにあの青年移民のつまり青少年義勇軍の訓練所ができたわけです、うんはい、で学校日誌にあのこの青,年青少年義勇軍の募集に関する記事がね、はい、あのたくさん出てきます、えー、それから中止になる教師の あの内原訓練所への体験入隊みたいな、そういう記事も出てくるんですか、ね、学校の先生が、その開拓に行くための体験のところに入隊して、まあ、そこでいろんなことを見た先生は、学校へ戻ってどうするんですかあのそういう先生が中心になってあの、青少年義勇軍の募集活動をやるわけです学校で、はい、あなたも義勇軍として開拓に満州へ行きませんか、えー、と。といや子供やお保護者にそうです、ね 進めるという進めるわけです。はい、あ。で、ミューまあ学校グルミで、国国グルミで学校の、えーえー、という組織を使ったということですね、えーえーで。学校にはね、多分ノルマがあったんですよね。うん、あので一つまあエピソードを紹介しますとね。えー、あの1941年、あの昭和16年の3月11日の、うん、あの京都府天田郡。 下川口村っていう、今は福知山市に入ってますけど、あはい、そこにあの天津小学校っていうあの学校がありますああで、その学校の3月11日の日誌にね、はい、こういう記事があるんですね、これは校長の訓話なんですけど、万貌、うん、開拓義勇軍に、本校より2名出ることになったのは、実に本校の名誉であり、国家へ大なる忠義であるって、こういうふうに、うん、あの校長は言うわけですよね。 でこれは今日頃からあの志願者の募集のプレッシャーをあの感じてた校長ならではの感想だと思うんですよね国からのプレッシャーがあるということですか、ええ、だから2名応じてもらったのは、非常にこれは良かったと。ああ、ほっとしてはるわけですね、はいはい、校長先生としては、ゼロだったらどうしようと。はい の本の中にあの作家の水上勉さんが、そういう子どもたちを募る役目を仕事としてされてて、躊躇する子どもがいて、応募したんだけど、やっぱりやめとくということで、水上さんがこう上司にそれをあの彼は辞めそうだという報告しても、いや、彼は絶対行くんだと言って、どんどん行かせようとする雰囲気をですね水上さんが書いてる。 こうこう自分のこう仕事の反省みたいなこうものを込めながらね、はい、この辺の部分もすごい私は胸を打たれたんですけどね。あ 行かないでいい、まあい、行ったらどうなるかって大人は本当は分かってますよね、えーえー、ね内心。えー、だけど、行かせないと自分は国家からのプレッシャーで、自分の立場が守れないっていう,うです、ね、子どもの供心にそれを感じて、今度、応募したんだけど、やっぱり行きたくないという水上さんに言うんですよね、はい、それを引き取って、自分は水上さんを生かしたくないんだけど、上司に言うと、いや、もう。 彼はどうせまた行くだろうと言って周りの大人に押されて、はい、でそういうくだりを、ね、書いておられて、えー、この本の中にも。まあ水上さんはいくつかの,、ね、あのエッセイにそのことを書いてますからね、よほど水上さんは、あの後々そのことをあの後に引いてると思うんですよね、そのことにあの自分は関与したということについてね。田中さんがその西でご覧になった、はい、克明なメモ。はい からはそういう校長先生の心情みたいな、トロはそこは書いてはらへんのですよね、事実だけですよね、<laughs> はい、は2名が応じてくれたとそうですね、あのうん、私はあの、えっと、まあ、天田郡の細見村、はい今は、これもあの福知山市に入ってますけど、うん、福知山市美和町って言うんですけど、うん、そこの細見小学校から、マンションに送り出された、あの 山口二郎さんっていうね方の体験を、ね、あのお聞きして本人も収録してるんですけどこの方はこの義勇軍として行かれて。 生き残って帰られた方って、そ,うそどどれぐらいその国名なの西の中から言うと、はい、何人行かれて何人亡くなられたんですか？あの山口さんが行かれたのはあの1939年あの昭和14年なんですけど、はい、3月にねあの送り出されてるんですけど、はい、この年はたまたまあの細見小学校から8名出てるんですね。はい、であのまあ特に戦後の混乱とか。 あるいはあの栄養不足などの病気にかかって亡くなってしまったとかそういう方が4名おられましてね帰ってこられたのは山口さん含めて4名なんですよね半分亡くなっているわけですでこの山口さんがね義勇軍に応募したのもあの毎日のようにあの村長とか校長とかそれから職業係の教師とか職業係それからあの 当時高等科2年生でしたのでね、はい、あの高等科の担任が毎日のように、まあ、自宅まで来て進めたので、まあ、断りようがなかったってこうおっしゃってるんですよね。ですからあの、えー、この学校があの軍とかあるいは行政と密接に連携してあの青少年義勇軍の送り出しにね、うん、あの一生懸命になってたっていうのは、あの学校日誌を見ると非常にあの、うんうん 明らかなんですね。具体的にわかるわけです。ですから、この先生が毎日家に来て、そういうっていうのは。はい、子供としては耐えられないプレッシャーでしょう、ね。そうですよね。で、大抵母親とか父親は。はい、あの、反対する場合が多いんですけど。はあ、それを説得するのも、やっぱり教師が説得するんですよね。だから、最後の決断の場面では、やっぱり学校とか教師が。やっぱ決定的な役割を果たしているわけです。ですから、あの。 マンモ開拓牛軍というのは、全国で8万6千人以上出てますけど、はい、京都では1800人近く、はいで、京都ではそのうち400人以上が亡くなってますから、ーまあ死亡率23%ぐらいですね、大体。まあ、全国的にもまあそんな数字になると思うんですけど、こういう犠牲に対しては、学校とか、当時の、ね、学校とか教師は非常に大きな責任を持っているというふうにあの感じましたうそうですね、はい、それとあの現地の,あの状況はです、ね、本当にあの、はい まあこう中国の人たちとこう向かい合う場面がもう生活の場面場面があって、保証の人がた例えば弾を一発なくなったらその自殺するようなね責,任、はい、責任を取って、なんかそういう,こうなんか追い込まれていくですねこう厳しさみたいなものがですね少年の目から感じた、それを書いておられますよね。はい あ,のあるいは、まあ、ソ,ソビエト、まあ、終,終戦前後に侵攻、うん、してきて情勢がもうこう暴行を、ね、<え>あらゆるところでされてそれも書いておられたり、うん、あの本当にこう厳しい状況ばかりで、ね、何もいいことがなかったあの、うん、全体から見ればですね、うん でもそういう土地に、まあ、国は生かせたそして、それを具体的に進めたのは学校だったという,う、ね、まあ悲劇ですね、ほか、ええ、にもいくつもエピソードがあるんですけれどもあの肉弾産融資っていうのはよくご存知の方も多いお話なんでしょうか。うんうん、そうでですすよねねこ,これは有名な話な話んですけど、ねはい まあ日本はあの満州事変が始まってからその満州、満州から国際世論の目をそらせるために、上海事変という新しい戦争を起こすんですけどね、その時にあに守ってた中国軍が非常に強力だったもんですから、うん、あの日本軍はあの久留米の公兵部隊ね、公、はい、兵部隊に命じて、火薬を竹の筒に詰めた破壊筒っていうものをあの作りましてね。 でそれであの、塹壕とか鉄条も突破させようとするわけです。はい、で、まああのー、1932年の2月22日なんですけど、その破壊術を持って突進したあの兵隊が3人、途中で爆死してしまうんですよね。はい、でこれはあの上官の無理な命令による事故なんですけども、はい、まあその事件があった後、またたった10日ほどでね、はいあのー えー、三勇志をこの検証する歌が何曲も作られています3人の,その勇敢な戦士っていう意味ですね、うんえー、三遊志、ねえー、これを歌にしたんですかそうで、すね与謝野鉄管とか、山田耕作とか、えー、中山新平とか、古賀正男とかね、うん、あの有名な人、いっぱい関わってるんですけど、うん、そういう人たちまでも、国民の戦意 美化した話を歌にしてしまったこれに新聞が加担したんですよね、本当に戦前の報道機関の戦争賛美の苦い、象徴的な記事ですよね、これ、後の特攻隊思想にもつながる話ですね、こういう戦術というのは、もう肉弾で自分で。 突破してというもうこれ死ぬの分かってるわけですよね、これを賛美して、国のために死んだと。それを学校ではどういうふうにられていたんですか歌だけじゃなくて、映画も作られたんですね、5つの映画会社が映画を作ったんですけど、5社がね、5つ、たった10日ぐらいの間に、一番先に封切りされたのは、3月3日に肉弾三遊士の映画、最初の作品が封切りされてますから。 2月月日日から3月の3日ですかららのですねたった10日ですよね。えー、でまあそれが一番早いんですけど3月17日までの間に次々と映画が作られていくわけですね5つの5社が。えー、でそれにねあの例えば学校はですねあの例えば細見小学校はえー、っと。おー はい、記録を読んでくださってるんですけど、三、ね、月の十二、えええー、日に、はい、この細見小学校であの学芸会があったんですけど、うん、これに高等科校二年生の出し物として、はい、肉弾三遊しっていうのがあるわけ。ですね<え>それからあの三月十五日ですね<う>、えー。ここはあの中役の小学校って言いまして。 あの今は育英小学校って言ってますけどこれも、うん、あの今福知山市八久野町にある学校なんですけど三、うんはい、年生以上の児童があの授業をカットして、うん、あの肉弾三勇士の映画を見に行ったっていうことが日誌に書かれてるんですねだから2月22日の事件がもうたった10日後に映画ができそしてあの3月の12日あのさらに 1>, 1週間ぐらいしたらもう学校で学芸会とかの学芸会の演目になったり、えー、あるいは英語の団体鑑賞がされたりしてるわけですよね、うんうん、ですからそういうキャンペーンに学校がね、まあ、使われている、あのー、あ<ー>そういう実態がね、あのー、よくわかります、うん、はあ、い、ものすごいスピードで あったということはそれほどのプレッシャーがかかっていたということでしょうが、ええ、あらゆる形であの、まあ、子どもたちにそういう美談として伝えられてしまう、ええはい、でも学校がね、はい、なんでそうなってしまったのか先生たちもそれは分かってる人もいたんじゃないですか、ええ、私のこの <laughs> これも非常に愚問だとは思うんですけどはい、はい、どうなんでしょう。そのあたりはあの ご覧になった記録にはどのように出てるんでしょうか。やっぱりね、そういうことのまあ国民を戦争に動員する最前線にまあ教師は立たされていたっていう,うそういうことはあるんですけど、ただあの疑問を感じたり反対した人もいたんですよね。はい、はいうん、いたんですね。ええええ、あの日中戦争が始まって2年目の、はい、あの1938年の5月23日にね、うん、あの南桑田ダ軍の大井村 今これ亀岡市になってますけども、そこで大井尋常小学校という学校があるんですけど、そこでハンセンビラがまかれたと。ハンセンのビラですか、1938年、昭和13年ですね。はあ。で、2種類で合計78枚のビラ、まかれてるんですけどね。はあ。ちょっとビラの一部分、実物残ってないんですけども。そのビラは、先生がまいたんですか 先生が巻いたとして元小学校の先生が逮捕されてるんですけど、はあ、しかしあの、どうもご本人じゃなかったらしくて結局あの誰が巻いたかわからないんですよ。ああすガリバン釣り、はあ、バン釣りだそうです、それが学校に巻かれたんですか、まあ、学校に巻かれたんですね、学校の児童の机とか教託の上に巻かれていたと<ー>でその日の日誌も残ってましてね。はいえー、あの、まあえっと この日の大井小学校の日誌にはあの、えー、ビラの配布ありと、うん、早朝手続きをなすつまりつまりこれは警察に連絡したっていうことですよね手、ね、続きというのは<え>はいでそのためにあの来校者としてあの亀岡警察署員2名がやってきてます、うん、それから宿直の欄にねあの亀岡警察署員だけじゃなくって府の特講会員4名が来てるわけですね。うん で、捕まったのは先ほど言いましたように、あの元小学校の,あの労働組合作ったりして、そのことが原因で辞めさせられた元小学校の先生だったんですけど、うん、ただ、撒いたのはどうもその方ではないらしくて、うん、あの誰かわからないんですけど、しかし、誰かが撒いてるんですね、うん、そういう運動はやっぱりあったわけですどのようなビラだったんですか、内容は。一部分だけ読みますと、はい えー、こ,ういうこういう文面です、えー。皆さん、我々はシナを診断してはなりません。戦争をしているのは誰のためでしょう。それは地主と金持ちと官僚のためです。彼らはシナで事業をして、金儲けをしたいために、聖戦なんていう馬鹿げた名目まで掲げて、我々を戦場に駆り立てているのです。私どもは彼らの口車に乗って、踏み迷ってはなりません。踊らされてはなりません。 まだ後はずっと長く続くんですけど、2>, うん、2種類ありますのでね、はい、まあそういうような文面の,あのビラーですね。えー、はあ、い、参った人は、えー、いたんだけれども、捕まってしま,う捕まって、で、まあ、そういう運動を抑えられちゃったと、うん、いうことなんですね。今から思うと、本当に勇気のある行為ですね、どなたが前だたかはね、わからないんですけど。うんうん、あのが こうでねそういう思いを持った人もい,、はい、いたんだけれども、えー、やっぱりどん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 、えーうん、この戦争推進の方に巻き込まれて最前線に立たされていったと。 あの先ほどもお話ありましたこの満州に義勇軍といらしていらした山口二郎さんという方は生き残ってその後、えー、田中さんがインタビューもなさっているんですけれども、ええ、やっぱりその時に学校というものを、ねええ、その山口さん生き残られた方はどういうふうに当時の自分が子供だった頃のことを捉えていらっしゃいましゃまたあの、ね、彼はあの私が話を聞いたときに最後こういう言葉で結ばれたんですね。はい あのこれを勧めた人を恨みには思わないけれども、うん、しかし結局、バカを見たのは自分たちばっかりだった、うん、そういう思いは今でも残っているというふうにおっしゃってましたよくう生き残って帰られたという,そうです、ね、思い出らしたと思いますけど、えー、こ連日、親も自分も含めて、えー、でまたお兄様も。 確かイ,れるインパールで戦死なされてますねで弟さんは、はい、あのやはり満蒙開拓義勇軍で来て、はい、弟さんは病死されてるわけですは<ー>、ええ、ですから兄弟、ね、あの男の兄弟3人のうちうんあの生き残ったのはあの山口さんだけですよねう これ、あのー、ご本見せていただくと、はい、もう連日のようにね、うん、今、社会状況はこうであるというようなことを校長先生が、子供たちに話をしてますすねね、うんはい、そうで今の以上に、やっぱりあの情報の少なかった時代ですから、学校での教師の話が、やっぱり子ども、あるいは子どもを通じて親に対してもね、はい、重要な情報源だったということが、一つあるんですね。あ<ー>うん それからやっぱりあの、えー、勇ましい話をいっぱいして、うん、あの戦争へ戦争へという,こ,うあの、まあ、これも子供を通じて親も戦争へ,へこう気持ちを向けさせるっていうね、うん、そういうこともあってあの意識的にそういう話をねたくさんあの、まあ、朝の会の訓話とかそういうことでやってますね。うんうん 私なんかあのやっぱり新聞記者の仕事として、やっぱりこのその間にまあ大本営発表というものがあって、これはまあ,あの後から検証すると、もうほとんどでたらめ、特に末期は、ですねこれをそのままあの新聞がですねあの伝えてま、まるで広報機関のように伝えて、それをまた学校の校長先生が新聞の見出しを言って、子どもにですねそのまま。 伝えると、はい、この間に入るこう報道機関の怖さというものを、ええ、この本を拝見してですね、はい、また改めて感じました、ね、あの今、教育改革という言葉も踊ってますよね、こんな時に田中さんは、まあ、現在の流れを何かお感じになること、ございますか、はい、やっぱりあの戦時中あの、学校っていうのは、あの まあ、総動員体制の要の、ね、役割を果たさせられた、学校と行政、あるいはあの学校と軍というのが、うん、いわゆる上位か達の関係になってましてね、ストレートにもう学校を通じてやってくるわけですよね。はい、ですから、その反省があって、あの戦後の,あの、まあ、教育基本法とか学校教育法では、あの学校は、まあ、教育委員会を通じてね、うん まあその当時は高専制の教育委員会だったんですけど、はい、あの教育委員会を間に挟んで、行政から学校が独立すると、そういうふうにされたわけですよね。はい、ですから、今、ちょっと一部、また学校を直接行政の監督のもとに置いて、学校や教師をまあ締め付けていこうという動きがありますけど、ちょっと歴史を照ら,歴史から,照らしてみますとね、ちょっとあのそういう生き方には私は、 うん、ちょっと違和感を感をじてます行政からの独立っていうことはものすごく大切なことだっていうのがこの国名の記録から分かりますね。そしてこうはっきりしたあの命令があったのかないのか分かんないけどムードというんですか、はい、こう校長先生が追い込まれていくムードみたいなのをいろんな文字から察することができますよね。はいはい えー、今日はですね。あのものすごく貴重な記録をあのー、見せていただきました、えー、僕らの村にも戦争があったというタイトルで5本が出ております。あのー、本当に貴重なものどうもありがとうございました。どうもありがとうございました、えー。こちらこそありがとうございました。えー、京都府立北桑田高校非常勤講師、そして京都府立大学非常勤講師の田中均さんでした。